幼児がおもちゃを手に入れた時どうなると思う？夢中な遊び遊び、最後は壊しちまうんだ。そうだよ、うん、史上最強の親子喧嘩、テレビでもネットでも大騒ぎよ。やるならやる、二つ蹴ってはイチャイチャ、見てらんないよ、まどろっこしくて。勝負じゃないよこんなの。ただしこれは親子だからね。そりゃ喋るさ、イチャイチャもするさ。親子だからこそできる遊びがある。そのほとんどは親父だから使用した。親父に至っては小勢だからこそ君は止めたのだろう。死んじゃうくらいなら負けなんて受け入れちゃえばいい。小勢、女性の君にはあるいは理解しがたいだろう。備え続けた技術を、積み上げ続けた痛みをに発揮できる幸せ。思う様に解き放つ喜びを。で、親父は親父にとっての女、わがままが唯一無二の存在なんだ。神々しいまでの超人技。すっげえ。強さの結晶体、強さそのものなのだ。食らっても食らっても食らい尽くせぬ女であれ。その言いつけを守れ。バキは強くなった。無関係ではあるまい、礼を言う。私はバキ君が強くなるため。時間だ。女がいつまでもいる場所じゃない。張り倒されないうちに。屈しないわ。少年も恋人も近い、終わりが近い。